どうも、ウクレレ奏者の鈴木智樹です。さあ、本日はですね、簡単で美しいアレンジのノクターンという曲をやっていきたいと思います。ノクターンといえばですね、クラシックのとても有名な楽曲でして、どなたでも一度はどこかで聞いたことある楽曲じゃないかなと思うんですが、今日はそんな曲を簡単で美しいアレンジにしてみました。レベル的には初級者向けのようなレベルに設定しているんですが、ただ部分的には初心者さんでも弾きやすいようなアレンジにしておりますので、ぜひぜひどなたでも参加していってください。また今回はですね、無料楽譜付きでございますので、ぜひぜひダウンロードしてですね、一緒に楽しんでいきましょう。それでは、簡単に弾ける綺麗なアレンジ、ノクターンです。どうぞ。さあ、それでは見ていきましょう。まず今回このノクターンを弾いていくときに気をつけないといけないことがあります。それが何かというと、この曲が3拍子ということを忘れないでください。3拍子なので、1小節に3拍で次の小節に行っていきます。1、2、3、2、2、3というふうに進んでいくんですね。そして最初1音だけ1個小節飛び出てますね。これが3拍目に弾いていく音でして、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1という風に曲が進んでいきます。このね、最初の3弦の0フレット、これだけ弾くタイミング間違えないようにしていきましょう。それでは早速弾き方を見ていきたいんですが、まずは手の形をF のコードを最初に作っておきます。さあ、 F のコード、人差し指が2弦の1フレット、そして中指が上の4弦の2フレットに置いていきます。このような感じで F を作ってから、そのまま3弦の0を弾いていくんですね。さあ、3弦の0を弾きました。弾いたらそのままあとは上から下まで親指を落としていく。落としました。落としたら、またそのまま3弦と2弦をこの F のコード残したまま弾いていくんですね。1、2、3、1、2、3というような流れになっていきます。さあ、この時 F のね、このコード、ちょっと中指とかが3弦に当たりやすかったりしますよね。しっかりとこの人差し指の付け根をヘッドにつけてみましょう。ヘッドにつけて上から押さえるイメージ。こういう風に押さえちゃうと、この3弦に中指が当たりやすいんで、この手首を上から押さえるイメージで押さえてみてください。はい。で、またちょっとここら辺のね、F の押さえるのが難しい方は、概要欄の方に F の押さえ方を徹底的に解説した動画載せてありますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。で、まあちょっとこの F まだ難しいなっていう方は、もう人差し指1本だけでもいいです。人差し指2弦の位置を押さえて1本だけにして、あとはこの楽譜通りに弾いていく。まあこのね、簡単バージョンでもいいんですが、今はこの楽譜通り中指もつけて進めていきます。まあここまでは F が押さえれたらいけるかなと思います。さあ、次、そこまでいったらですね、次は3弦の1フレット、ここ人差し指1本で押さえていきます。3弦の1フレット、人差し指1本で押さえたら、そのまま3弦を弾く。弾きました。弾いたらそのまま次は4弦、そしてそのまま1弦と弾いていきましょう。この時にね、人差し指離さないように、3弦4弦1弦とスムーズに弾いていきましょう。で、そこまで弾いたらまた F っていうコードに次の小節で戻っていくんですが、ここなんか302って押さえないといけませんね。ん？ F は人差し指と中指でこういう形だったんですが、302っていうことはどう押さえるのかというと、中指はやっぱり F の時と同じように、この4弦の2フレット中指を置いてください。はい、中指4弦の2置きました。あとは小指か薬指余ってますね。僕は小指の方が押さえやすいんですが、小指で2弦の3フレットを押さえましょう。さあ、ここちょっと難しいですね。薬指でも OK なんですが、ちょっとね、僕はね、このウクレレが大きいこともあって、小指の方が楽に感じるんで小指で押さえてます。
薬指の方がいい方は薬指でも問題ないです。このまま弾くと2弦まで弾いていくとこの302が鳴らせるんですね。この時ね、1弦は鳴らしたらダメですよ。2弦まで下ろしていく。はい。で、2弦まで下ろしました。下ろしてそのまま3弦と2弦をまた弾くんですが、その次この小指を外すだけで人差し指を2弦の位置につけて2弦まで弾く。はい。ここで中指は外さずにこの2弦の3を押さえた小指、この2弦まで弾いた小指を上げて、次は人差し指で2弦の位置を押さえて F にしていく。この中指は押さえっぱなしでこの 3,4 小節目は弾いていきたいんですね。で、この時もし余裕がある方は3,0に押さえましたよね、小指と中指で。その時にもうすでに人差し指を2弦の1フレットに置いておいたら、ここで3,0に弾きました、3弦弾きました、2弦弾きました。次小指上げるだけですぐに F に行くんですね。この方がね、とてもスムーズになるんで、ぜひ302を準備しながら次の指も意識しておいて、人差し指を置いておく。で、小指上げるだけ、2弦まで弾く。で、2弦まで弾いたらそこで丸で囲われています。これはですね、2分音符を示していますんで、2拍音を伸ばしてください。 1,2,3 F にして 1,2 で、そのまま3弦弾く。3、はい、という感じになっていきました。皆さんいかがでしょうか。まずね、この1段目弾いてみるとこんな感じになります。1,2,3,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 
いいと思います。なかなかねちょっとこの今のテンポでも結構早く感じる方多いと思いますので、まずはゆっくりと手の動き確認しながら弾いていってください。さあそしてそこまでいくと次は2段目に入っていきます。さあ2段目なんですが、ここの2段目まずは D7 っていうコードを押さえていきます。さあこの D7、僕はですねよく中指と薬指で押さえましょうということを言っております。ここねよく教室で人差し指と中指って教わりましたっていう方もいらっしゃるんですが、まあこれも間違いじゃないんですが、僕はですね中指と薬指で押さえましょうということを言ってるんで、今回もこの動画ではこの中指と薬指で押さえていきます。で中指と薬指で押さえたら、そのまま上から下までコードですね、中指が4弦の2、薬指が2弦の2を押さえて上から下まで弾いていく。さあ弾いたらですね次なんですが、1と2と3とというような動き方をしないとダメなんですね。さあここねちょっと早い動きなんですが、中指と薬指で押さえて上から下まで弾いたら、すぐにもう手を離して薬指で3弦の3フレット、次中指で3弦の2フレット、次人差し指で3弦の1フレット、でまた中指で3弦の2フレットっていう風に弾いていくんですね。ここ8分音符なんで、1と2と3とっていう形で弾いていかないといけないです。さあわかりますか？1と2と3という感じですね。はい、ここねしっかりと焦らないように8分音符で弾いていきましょう。で2と3とと弾いたら、そのまま次ここからちょっと難しいんですが2フレットを制覇します。人差し指1本でピンと押さえていきましょう。で小指で1弦の5押さえて上から下までコード。さあ制覇なりますかね。なかなか今日のレッスンだけで弾けるようになるのは難しいかもしれないんですが、ぜひねこちらもですね制覇の解説動画を前に作っておりますので、概要欄に貼っておきます。ぜひそちらもご確認ください。で制覇にして上から下まで弾きました。弾いたらそのまま3弦そして4弦と順番に弾いていきます。さあ制覇の音がちゃんと鳴ってないとここ鳴らしにくいですよね。ここねしっかりとね制覇の形を作って綺麗に鳴らせるように練習をしていきましょう。
さあ、そして D のコードを弾いていきました。弾いたら、さあ、次が難しいです。次がですね、F シャープディミニッシュっていうコードを押さえないといけません。さあ、F シャープディミニッシュ7。なんかもう名前から嫌ですね。ここ、どうやって押さえるのかというと、まず人差し指が一番上、4弦の2フレット。そして中指が2弦の2フレットを押さえていきます。そして次、薬指で3弦の3フレット。小指で1弦の3フレットを押さえていきましょう。こんな形。鳴らすとこんな音が鳴ります。なんかこう落ち着かないサウンドですね。はい。これがですね、ディミニッシュっていうコードの形なんですけれども、さあ、これを押さえて上から下まで鳴らしたら、次はそのまま3弦、2弦と弾いていく。1と2と3と。という感じですね。はい。ここまで鳴らせましたでしょうか。で、ここまで鳴らしました。鳴らしたら、次は Gマイナーに手を変えていくんですが、ここのね、ディミニッシュか Gマイナー、つなげれる指がないんで、コードチェンジが非常に難しく感じると思います。さあ、F シャープディミニッシュを押さえてたら、まず変える順番はどうやっていくかというと、僕は薬指から置いていきます。薬指をこの2弦の3フレット、そして中指を3弦の2フレット。最後に人差し指を1弦の1フレットに置いていきます。ここね、このヘッドにこの人差し指の付け根はつけない方が逆にいいです。もう離しちゃった方が押さえやすいんで離してください。離して薬指、中指、人差し指で押さえて、で、引いたらそのまま3弦引いて、で、ここ手を離していいです。手を離して1弦の0。で、そこで、Gマイナーを弾いて、そのまま3弦弾いて、弾いた次はここ、人差し指だけを離して、1弦の0にしましょう。さあ、ここね、しっかりと人差し指だけを上げて弾いていくっていうところ、気をつけていってください。で、なんでここ、人差し指だけを上げたのかっていうと、その次、C っていうコードに入るんですが、ここ、300、この薬指、2弦の3フレットを置いてた薬指そのままで、2弦まで弾いていくと C っていうコードになっていくんですね。ここ G マイナー弾いて、で人差し指上げて1弦0。で、そのまま2弦の3フレットまで押さえていく。薬指を置いたままですね。で、2弦の3フレットまで押さえて弾いたら、そのまま3弦2弦と弾いていくという流れになっていきます。はい、という感じで見ていきましたが、まあ、まずね、今3段目までこの流れで説明はしていったんですが、一旦この2段目弾いてみましょうか。ちょっとね、難しいですよね。コードがやっぱり難しいんで、なかなかこの2段目初心者さんには難しく感じるかと思います。さあ、では一度2段目行ってみましょうか。ゆっくりといきますね。カウントします。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー、ディミニッシュ。ワン、ツー、スリー、Gマイナー。ワン、で、人差し指だけ上げて、で、2弦まで弾いていく。というような流れになっていきます。さあ、そんな感じで弾いていくんですね。なかなか難しかったですよね。まあ、ここはね、ちょっとこの短時間ではなかなか弾けないと思うんで、ぜひ何回も何回も練習をしてみてください。さあ、で、そこまでいったらそのまま3段目ですね。3段目はもう C は先ほど解説した通りなんで、そのまま弾いていきました。で、そのまま次 A7、 人差し指1本ですね、3弦の1フレットに置いて上から下までコード。さあ、コード弾いたらそのまま3弦弾いて、そのまま2弦も弾いちゃう。順番にね、1、2、3弾いていきました。弾いたら次は D マイナー。さあ、ここ押さえ方なんですけども、D マイナー、こんな風に2本、3本の指を使って押さえてもいいですし、中指1本で4弦、3弦押さえてもいいです。これはね、押さえやすい方で押さえていきましょう。で、D マイナー押さえたら、人差し指2弦の1。で、中指と薬指を使うか、中指1本ですね。で、3弦と4弦の2フレットを押さえていきましょう。で、そのまま2弦まで弾いていきます。さあ、2弦まで鳴らします。鳴らしてコマ2拍ですね。1、
2で、そのまま3弦弾く3。さあ弾いたですね、また出てきました B ディミニッシュ。さあ皆さん形覚えてますか？ディミニッシュはもうこの形です。はい、人差し指4弦の1フレット、そして次中指が2弦の1フレット、薬指が3弦の2フレット、小指が1弦の2フレットで、ディミニッシュを押さえたらこの音になりますね。この音が鳴るんですが、今回は2つに分けてますね。4弦と3弦だけを鳴らす一拍で、その次すぐに1弦と2弦を弾く1、2、3、こんな感じですね。1、2、3。はい、ここね弾いていくとどうなるか、3段目こんな感じになります。薬指で2弦の3を押さえて1、2、3、 A7 にして下かまで1、2、 Dm して2拍1、2で3弦弾くでディミニッシュ1、2、3。はい、という感じになっていくんですね。なかなか難しいですよね、ここら辺。やっぱりね、ディミニッシュっていうコードが出てくると結構準備に手間取って、間に合わなかったってなっちゃうと思います。はい、ここら辺はね、ディミニッシュ、先ほども言いました、もうこの形がほとんどです。ディミニッシュっていうコードはもうあんまりこの形以外のディミニッシュは出てこないんで、覚えちゃいましょう。このね、形をちょっとこう手に染み込ませておきましょう。で、そこまで弾いたらそのまま3段目です。さあ3段目、ちょっと高いところに上がっていくんですが、まず3弦弾いていきます。さあ3弦を弾いた間にちょっと準備していきます。手を動かしていきます。さあどこかなーって動いていった先は7と6、小指が1弦の7、そして薬指が2弦の6に置いていくんですね。で、そのまま3弦弾いた次は1、2弦なす。こんな音になりますか？1、2、なります。なかなか難しいですよね。1、2で、そのまま小指だけ上げて中指で1弦の5を押さえて3。1、2、3。難しい。もう一回いきますね。1、2、3。はい、なかなかここはね、急に上の方に行くんで、この準備してる間にちょっとね、もう置いて返そうになっちゃいますよね。うん、ここもね、よく反復練習で練習をしていってください。で、7、6、5を弾いたらその次、こんなフレーズを弾いていきます。さあ C7 っていうコードを押さえていくんですが、 C7 はですね、まず C、 薬指でいつも通り1弦の3フレットを押さえます。で、その次中指をここ4弦の3フレットに置いてほしいんですね。この形 C7 です。で、この形を押さえたら上から下までコード弾きます。弾いたらそのまま4弦弾く。はい、4弦弾いていってください。このコード離したらダメですよ。上から下まで弾いて4弦弾く。次、薬指上げる。薬指だけです。1弦を0にして1弦を弾く。で、またそのまま4弦弾く。タン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 っていう音ですね。タン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 。と弾いたらそのまま中指で3弦の2。ここね、ここで初めて手を離して中指で3弦の2。で、次2弦の0。弾いていた F に手を変えて2弦までコード。難しいね。もう一回いきます。こんな感じ。3、4。タン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 。まあ、ここまでね、ちょっと一息でいくように練習をしていきましょう。で、F を押さえて2弦まで弾いたらそのまま3弦、2弦、まだ F のコードのまま上から下までコード、で、また3弦。はい、という感じになっていきます。ちょっとここ弾いてみますね。こんな感じです。一番下の段、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい、8分音符のフレーズ難しいですよね。
そうなんです。今回ね、結構テンポ的にはゆっくりと感じるんですけれど、この8分音符フレーズが出てくるとですね、結構焦っちゃいます。って思って焦っちゃって、で、ミスにつながってしまうっていうことがあるんで、こうね、8分音符フレーズを何回もとにかくゆっくりでいいんで練習していく。1、2、3。という感じですね。ぜひね、何回も何回も反復練習してみてください。さあ、というような感じで、この左ページを見ていきました。ここまでいくと、次は右ページになっていくんですが、今回ですね、左ページと右ページ、出てくるコードは一緒なんですけれども、ただメロディーが若干変わってですね、この左ページも少し難しくなってきます。さあ、頑張って見ていきましょう。まず、一小節目。ここは最初と一緒ですね。F を押さえて上か下までコード。で、そのまま3弦に。うん。ここは最初と一緒です。その次、こんな音になります。ほう、ちょっと早く難しそうですね。押さえ方は、まず人差し指が3弦の1フレット。で、薬指をここ、2弦の3フレットに置いていくんですね。で、中2本だけ鳴らします。うん、こんな感じ。で、中2本だけ鳴らしたら、そのまま次1弦を弾く。1弦弾きました。2本だけ弾いて、そのまま1弦弾く。で、またそのまま2弦の3フレットを弾く。さあ、ここね、薬指も人差し指も離さないでください。で、2弦の3フレット弾いたら次は中指で2弦の2フレット押さえて弾いていきます。で、また押さえて弾いた薬指を3フレットに戻す。で、そのまま1弦を弾く。という感じですね。こういう動き。はい。あんまりこの指が動いてるの分かりますか？ここを弾くポイントとしては、中指、2弦の2フレットをもう準備しておいてしまう。そうすると、1弦弾いた後、薬指を上げる、戻す。っていう動きだけで、この小節弾いていけるんですね。ちょっとね、その先の音まで準備しておくっていうのが、ウクレレでは非常に大事なポイントです。で、そこまで弾いたら、あとは先ほどと一緒、また、小指と中指で3-0に押さえて2弦まで弾く。で、そのまま3弦弾いて2弦弾く。次、F に手を変える。人差し指でしたね。2弦の1フレットにして F。で、その後、もうここまで弾いたら中指すぐに外して4弦の0弾きます。4弦の0弾きましたか？弾いたらその後、人差し指で2弦の1。そして人差し指離して2弦の0。また人差し戻して2弦の1。で、4弦の0。はい。ここ、スムーズに弾くとこんな感じです。はい。という感じになっていくんですね。またここもね、8分音符フレーズはちょっと早く感じると思います。この1段目、弾いてみますね。ゆっくり弾いてみます。こんな感じです。ワン、ツー、スリー、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 ワン、ツー、スリー。難しいですね。なかなかこう気を抜けないフレーズになっていると思います。ここはね、もう頑張っていくしかないですね。ただですね、まだまだちょっと難しいとこつながっていきます。この次、2段目の1、2小節目。ここも非常に忙しいフレーズになっているんですね。さあ、この2段目、どうやって弾いていくかというと、まず D7、押さえていきます。さあ、押さえ方は一緒、中指と薬指ですね。で、D7 押さえた上から下までコード。うん。弾いていきます。弾いたらすぐにまた手を離して、人差し指で3弦の1フレット。そして次、中指で3弦の2フレット。次、薬指で3弦の3フレット。その薬指を上げて、中指に戻って3弦の2フレット。弾きました。その後、ちょっと運指だけ先打っていきます。次、薬指で2弦の3フレット。
押さえて弾きますね。弾いたら次、中指で2弦の2フレット弾いていくんですね。弾いたらその次、まだ続きます。人差し指で1弦の1フレット弾いたら、手を離して1弦の0、すぐに0を弾いた間に手を動かして、小指で1弦の6、そして薬指で1弦の5、手を離して1弦の0、はい、という感じになっていきます。さあ、ここどんなメロディーか、ちょっとね、今のテンポじゃわからないですよね。もう一回ゆっくりとつなげて弾いてみます。こんな感じ、3、4、1と2と3と1と2と3と、はい、という感じになっていくんですね。もう少し早く弾くとこうです。せーの、はい、という感じで弾いていくんですね。もうここ何回も練習してください。このフレーズね、難しいです。そして音もね、ちょっとビビらないようにしっかりと動かして弾いていく。で、弾いて1弦の0弾いて、はぁーって落ち着こうと思うんですが、まだダメです。まだ落ち着きません。そのまっすぐに手を動かして、F シャープディミニッシュ7を押さえていく。さあ、手のコードは先ほどと一緒です。押さえて上から下まで回したら、そのまま3弦、2弦、弾きます。弾いたら次、Gマイナーに手を変えて、また上から下までコード。で、そのまま3弦弾いて、次、人差し指上げて1弦の0。うん。ここら辺はね、さっきと一緒でしたね。F シャープ、ディミニッシュで Gマイナー。うん。で、弾いたらその次 C。あ、ここも一緒ですね。薬指1本残して2弦までコード弾く。うん。弾きました。弾いたらそのまま2弦を2回弾きましょう。はい。という風に繋がっていくんですね。なので、この Gマイナーからの C の繋がり、ここね、しっかりと練習していってください。じゃあ、ちょっとこの問題の2段目、弾いてみたいと思います。では、ゆっくりいきますね。1、2、3、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 
こう根気強く何回も練習をしていきましょう。でそこまでいったら次は薬指1本で2弦の3フレットで2弦まで弾きます。ひたそま2弦を2回弾いていく。ひた次は人差し指1本で3弦の1フレット A7 を押さえて上から下までコード弾いていきます。で上から下までコードを弾いたらそのまま3弦2弦でそのまま次 Dm にして2弦まで1、2、3でその次 B ディミニッシュに変えて上の2弦そしてそのまま下の2弦。ここら辺はねさっき弾いたところとほとんど似てますね。あとは手のコードはね一緒なんで弦を間違えないように弾いていってください。では3段目ちょっとゆっくり弾いてみます。こんな感じです。1、2、3 1、2、3 A7 に変えて上から下までで1弦2、2弦3 Dm1、2で3弦弾く3で Dm 1、2、3はいという感じになっていきます。そしてそこまでいくとそのまま下の段に入るんですが、この下の段の2小節全く先ほどと一緒なんですね。3弦の0、76小指と薬指中指で5押さえたらすぐに C7 に変えて4弦1弦の0、4弦中指3弦の2、2弦の0押さえていく。ここの動き方は一緒なんでね、また復習しておいてください。で F に手を変えます。人差し指と中指で F にしたら2弦まで弾く。弾いたらですねそのまま1弦を弾きます。1弦の0、その後小指で1弦の3フレット押さえるんですね。1、2、3
で、その小指を滑らせて1弦の8に移動します。移動したら人差し指で5フレット制覇して上から下まで8555を鳴らしていく。1、2、3、1、2、3。はい、という感じで弾いていくんですね。最後の段やってみますね。こんな感じです。ワンツースリー、ワンツースリー、ワンツースリー、ワンツー、小指で3で最後8号。はい、という感じになっていきます。さあ、難しかったですね。やっぱりこっちの右ページはですね、結構難しく感じるかと思います。なんならね、中級の方でもちょっとここら辺指がね、ちょっとね、こう絡まりつつあると思いますので、ぜひね、中級の方も初級の方も楽しんで練習をしてみてください。で、初心者の方にはかなり厳しいコードがたくさん出てきていますので、ちょっとね、ここら辺はね、少しこう今後出てくるコードの勉強だと思って練習をしてみていただきたいです。ではですね、ちょっとゆっくりバージョンで全体を通してみたいと思います。ぜひ練習の参考にしてみてください。さあ、それではゆっくりと弾いていきたいと思います。ノクターンです。5カウントします。ワンツースリー、ワンツースリー、ワンツースリー、ワンツー、中指と小指ワンツーで、人差し指ワンツー、C で D7、1で、すぐ手を離す。D、1、2。で、ディミニッシュ、1、2。C、G マイナーに変える。1、2。1弦の0。C、薬指置いたまま。2、A7。1、2。D マイナーに変える。1、2。C、で、ディミニッシュ、1、3弦の0、ワンで、中指で5を弾いたすぐに C7、ワンツースリー、ワンツーで、F上から下までコード、また3弦ワンツー、薬指と人差し指ワンD7 に変えて、そのまま、さあ、ここ落ち着いて弾いていきましょう。で、ディミニッシュ2 3 G マイナー1 2 3 1 2 3 A7 1 2 D マイナー、この辺は最初と一緒ですね。落ち着いて2 3 1 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 2 3 1
はい、ということで見ていただきましたショパンのノクターンでしたが、いかがだったでしょうか。難しかったですよね。なかなかね、やっぱりこう右ページに入ってくると指の動きがすごく速くなって難しかったと思います。ぜひですね、ゆっくりバージョンで何回も練習をしてスムーズに弾けるようになってみてください。私、鈴木智樹は Twitter や Facebook、Instagram などもやっていますので、ぜひぜひフォローしていってください。またこの動画を楽しんでくださった方は、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたまた次回の動画でお会いしましょう。ウクレレプレイヤー鈴木智樹でした。バイバイ。